ライブ、そして2月の、うちライブに引き続きまして、今日でステージ3回目なんですけれども、なんかそろそろ慣れてきたかなと言っていただくんですけど、全然慣れないです。もうなかなかちょっと緊張が取れないんですけれども、今日も頑張りますので、どうかよろしくお願いします。それでは、クリスマスライブの時にも聴いていただきました、ケイウンスクさんの花のように鳥のようにです。聴いてください。Thank you.
この曲は本当に、大好きで、ここぞという時には歌わせていただいてるんですけども、続きましても、プチライブで聴いていただきました思い花、浅田敦子さんのデビュー曲なんですけれども、三木田ジョージ先生作曲の作品です。今日はちょっと前回とはまた違ったアレンジで聴いていただきたいと思います。聴いてください。思い花です。Yeah.
こない、ほんとでこない、はい、はい、そうなんです、ね、本当にピンクが着るの羨ましいですよ。肩とか出してみたらいいですよ。こうてきた、こうてな、こうてな、こうて、肩も出したいし、はい、はい、それではですね、あの一部の方もあと2曲で終わっちゃうんですけど、まあ、今日は七夕だということで、なんか、ほんま佐々木を思ってたけど、笹が切れなくて、裏山にいっぱい笹あるんだけど、七夕短冊にこう願い事があったりとかするんですけど、願い事が一つ叶うなら、無茶ぶりしましょうか。大江さん、一つちょいちょいしてる場合じゃない。大江さん、一つ願い事が叶うなら、何でしょう。3、2、1、9。おっそ、しゃべるおっそ。すぐしゃべって、せっかちやねん。おっそ、おっそ、入ってんの入ってない、もうパソコンだ、はいはい、マナちゃんは願い事が叶うから、お金が欲しい堅実です、この子、はい、本当正直でよろしい、正直に行かないとダメなのよ、はい、ありがとうございます。もうおいちゃんやめとくわおいちゃんやめとくわ、もう綺麗なままでもう正直なまま、はい、ありがとうございます。続きましてはですね、私もこのアーティストさんすごく大好きだったんですけども、矢上純子さんでご存知でしょうか。矢上純子さん、水色の雨とかね、歌った方なんですけども、その中でですね、ちょっとこうボサノワ風にまたアレンジしていただいてですね、思い出は美しすぎて、なんと綺麗なタイトル、思い出は美しすぎてという曲です。聴いてください、よろしくお願いします。
ですね、お時間もないんですけども、ラストになるんですか。はい、あと半分ご辛抱ください。はい、はい、ありがとうございます。この曲はですね、これまたみんな心臓止まるんちゃうかいうぐらい早い曲です。はい、これもですね、あの結構ジョージ、ミスタージョージにですね、あのアレンジしてこの曲やろうって言われて見た時にはもうみんな心臓止まるんちゃうかなとドキドキしながら聴いたんですけど、はい、これはね、もともとはザ・ピーナッツ。そうですね、ザ・ピーナッツなんです。またこれもアレンジしてですね、これのね、小柳ゆき、小柳がカバーしてる、そっちのバージョンなんです。大変なスピードになります。倒れることもないよ。はい、そこでですね、もう一人、去年のねクリスマスライブにも登場していただいた、はい、水曜部トランペッター、はい、スキップスキップ、はい、ご注目ください。はい、ありがとうございます。はい、それでは聴いてください。恋の風磨。